そして中原が右で、清武はツートップの一角になったかもしれません。アンデルソン・ロペス行く、アンデルソン・ロペス折り返しフリーだ、中川追いつきました。 F ・マリノス交代的中、アンデルソン・ロペスから中川。ここでうまくアンデルソン・ロペス背後取りに行きましたしね、はい、まあ、強引でしたけども最後よく右足で折り返しましたし、まあ、中川もよくいましたね。このアンデルソン・ロペスの投入の活躍っていうのはエマネス盛り上がりますね。いきなりインパクトを残しましたアンデルソン・ロペス。小池はもう追い越しています。マルコス・ジュニオールからアンデルソン・ロペスワンタッチ、小池だ、小池残せるか、これは高い位置で奪った、アンデルソン・ロペス、ニューストライカー、ワンゴールワンアシスト、不屈のトリコロール、鮮やかに逆転です。見事でしたね。まずここでね、マルコス・ジュニオールとのワンツー、まあ、ちょっとねここ小池とはうまくはまんなかったんですけども、その後ですよね、アンデルソン・ロペスまたしっかりとゴールに動き直していましたし、まあ、ここでカットして落ち着いて、まあ、セレッソとしても、まあ、西尾のところでもう少し大きくクリアできればっていうのはあったと思うんですけども、まあ、粘り強い交渉を札幌とやって獲得にこじつけました。まあ、当初はとてもじゃないが出せませんというふうにコンサドーレは言ったそうです。ヘディングシュート、ー同点、長いボールワンチャンスを生かしましたエーベル。ヘディングに臨めたところがおそらくは得点のすごく大きな要因だと思いますね。これですね、まあ、セオリーとして、はい、センターバックを外しました。外しましたし、守備者のやっぱ上にボールが来るとどうしてもね、その場でジャンプしなきゃいけないんで、あそこを狙ったようなキックには見えますから。あと川崎からすごい残念だったのは、1人チャナチミがまだ出てた瞬間だったので、はい、うまくボールサイドのところに、またエーベルいきます、中レオセアラ、後ろからボールシュート、逆転、中川です、2対1、これも縦に速い攻撃、まあ、昨シーズンの前田大然をイメージしながら、左にいてもチャンスがあればゴール前に入っていきたいです、そんな話をしていた中川。いや、鋭いですね。で、背後に出たボールはもともとはエーベルに繋がってないですけども、自分ではやっぱり走ったことでボールを奪って、で、中を確認するというのはもう感覚でもう送り込んでいるように見えますから、まあ、序盤、前半の序盤にもあったような場面とちょっと似てますけど、スペースがあるうちに相手の守備者が戻る前に攻撃側がゴール前にやっぱり持っていくんだと、飛び込むんだと、コンセプトを感じるゴールですね。岩田から木田、ワンツーでサイドを取ります、レオセアラ、マルコス・ジュニオール溜める、後ろからエウベル、おーっとラインド抜けていった、エウベル今日2得点、3対1、しっかり深い時間取れて、まあ、マルコスのこともよく見えてたと思いますし、まあ、全てのプレーが非常に速くて正確で、中川が深いストリークので少し下げられた分も川崎だったかもしれませんし、まあ、あった最後のところはキーパーはちょっと見えなかったでしょうね、当たってると思いますので、当たってますね、立花田のかかとあたりに当たってました、はい、シンプルに折り返してくる、木田から左、中川シュートレンジ狙ってきた、見事なミドルシュート、中川、これはすごいシュートでしたね
左45度を受けた時にちょっとイメージは作っていたかもしれません。内側からこう走ってくれるができなさそうなところにうまく運びつつ、ちょうど我々の、ね、後ろところからボールがまっすぐ飛んでいく形になりましたけど、上から曲がりながら落ちてきたと、これは誰がキーパーでも取れないかなというシュートだと思います。素晴らしいことですね。はい、クロスバーに当たって吸い込まれました。フロンターレは上り里に変えて佐々木朝日投入、そのまま左サイドに置きます。アンデルソン・ロペス展開してエイベル追い越した長戸、そこを使った左足速いボールこぼれている、詰めた、押し込んだアンデルソン・ロペス、スタメン起用に応えました。の起点もここで前線でアンデルソン・ロペスがキープをして収めて、そして左に展開しましたよね。でそしてしっかりこう相馬ボックス内に入っていきましたから、まあ、最終的に、まあ、こう長戸のクロスというか多分フィニッシュだと思いますけど、まあ、本当に力強いコンパクトな振りでしたから、まあ、なかなかこれをキャッチするっていうのは難しくなりますからね、まあ、それをしっかり逃さず、まあ、アンデルソン・ロペスのまあゴールの匂いを嗅ぎ分ける力、まあ、さすがですよね。中の入り、クロスを上げる人、この辺の狙いっていうのははっきり持ててるんじゃないですかね。小池優太ヘディング、先制しました。 F マリノス大外で待ってました西村、ですね、一番後ろからですもんね。まあ、ボールも良かったですね、自分の方に向かってくるボール、はい、まあ、非常に一番後ろからこうボールの落下地点を見ながらですね、うまくその落下地点に入って後ろから走り込んでますから、少し体当てられてもね、十分そのディフェンダーよりも高い位置でヘディングすることができましたよね。で飛んだコースも良かったですね、うん、あそこ狙ったかちょっと分かりませんけど、西村溜めて水沼コーター、戻す、西村うまく入れ替わった、抜けてシュートだ、いや仕事をしました西村、今日2得点、最後のエネルギーを振り絞って振り抜きました。自陣でボール奪ってそこから水間にパス出してからですもんね、自分で水間使ってそしてゴール前ちょっと足つってんじゃないですかこれね、かわした時ね、だいぶ疲れは来てたと思いますけど、よくかわしかわしたところでちょっと足はちょっと痛そうでしたけど、これよくね落ち着いてね、切り返して右足の厚さで切り返してシュートコースを作って、はい、落ち着いてねコースを狙った、スピードを抑えましたけどコースを狙った見事なシュートですね。選手の距離感が悪いんですよね。小池龍太、張り返します。白崎、これは松原がつなぎます。もう一度藤田、ジョエル、千葉、小池カットイン、小池龍太、うわ見事な左足コントロールショット、圧巻のゴールが生まれました。小池、いや見事ですね。まあ、味方の選手が引っ張ってくれたことによって、まあ、スペースができたのはあると思うんですけれども、それをうまく使いながらですね、まあ、吉尾ですね、吉尾が流れたところでそこのスペースをうまく使って切り返してですね、パス出すような振りしておいて切り返しておいて、まあスピードはそこまで速くなかったですけど、胸で止めて、あと、おーっと決まった、勝田のフィールをブロックされてそのまま決まりました、吉尾海奈です。ちょっと余裕を持ちすぎました立田、ただプレスに強くいった吉尾を褒めるべきでしょう。まあこれも F マリノスの良さですよね、前からのプレッシング、少しねコントロールミスして、まあ、遠いところを見てその間にですねクッと寄せられてしまいましたよね、吉尾にね、蹴るコースに足を出してそれがいい角度で当たってゴール方向に飛びましたけれども、
まあ、1つつないでバックパスさせた、そのぐらいやっぱり前からプレッシャーかけてるってことですよね。サネト、右の小池、クロスが入る、アンデルソン・ロペスのヘディング、最後はサネト、オーバーヘッド、これはゴールライン終わっていない。ここでどうだ、今の笛はゴールラインを割ったという判定でしょうか。今 VAR と更新しています。この後ですよね。あー、この映像は、まあ、そうですね、ボール自体はゴールの中に入っていますよね。ただこのプレーでその足を上げた渡辺から左に広げて長戸です。長戸入れてきます。センターヘディング西村、高い、先制は F マリノス。開始8分で先手を取りました。いや、今のは高かったんじゃないですかね、打点。まあ、長戸シンプルに上げるかなと思ったら一回フェイクして少し持ち直したんですけど、はい、この高いボールに対して西村がもう素晴らしいジャンプからのヘディングでしたね。まあ、森重がある程度ニアでこうアンデルソン・ロペスに釣られて、その後ろトレビザンがいたんですけど、ちょっと絞りきれてなかったですね。いやー、でも素晴らしいヘディングで特別悪かったというイメージはなかったんですけど、そうだとは思いますけど、はい、守備ができるんじゃないですかね。なるほど、はい、さてこれは水沼コータ早速背後で受けました。中2枚クロスを入れた、アンデルソン・ロペス、いきなり結果を出しました。水沼コータからアンデルソン・ロペス、勝ち越しへ決まります。いや、早い攻撃が良かったんじゃないですかね。何でしょう、こうイメージがすぐできやすいと思うんですよね、はい、彼がいることによって。まあ、このパスも非常に良かったですね。見事でしたかね。でこれでもう2枚結構スプリントで入ってきてますし、アンデルソン・ロペスも動き方が、まあ、最初は木本の背後からそしてコースを変えて中に入ってきましたし、まあ、ちょっと当たってはいるとは思いますけど、はい、まあ、ぴったりでしたね。昨シーズンは J1 でアシスト9つ重ねた水沼コータ、今シーズン早くも2アシスト。長戸のキック、先制フマリノス、アンデルソン・ロペス、長戸のボールですよね。前で競ってそれが触らなかったんですよね。それ後ろに流れてきたボールを、はい、畑中ですよね、これ競ってね。でもその後ろですよね。こういうボールって結構後ろの選手合わせづらいんですけどね、前の選手が触るか触らないか分かんないと反応が遅れるんですけど、まあ、ここは松村が下がらなくてはいけません。エウベル、長戸フリーで持ちます。運動量のある岩田、ヘディング、決着をつけるヘディング、西村。これね、エイベルにやっぱりあれだけ自由にさせてしまうと正確にクロス入ってきますし、西村本当後ろから走り込んでのヘディング本当うまいですね。なんか FC 東京戦と同じような感じ、ね、あのこれしっかりコントロールしてますよね、首振ってね、非常にこうね入っていくタイミング、スペースを見つける目、そこを使う能力は高いですね。時間と点差かけたらね、大きくクリアしてもいいようなシーンですけどね。エベル取った、吉原マイナス、オンゴール、0対3です。柔らかいボールで裏を取り、ミサオからすると処理が難しいボールが入ってきました。ああ、もうその通りですね。もうこの深いところに侵入された時点でやっぱり自陣の方に向かって守備しなきゃいけないですからね、ミサオに関して言うとね、はい、畑中
木田から縦パス、ヘディングシュート来た、エベル、上がりました。今最後触ったのはレオシルバですだったね、はい、なのでそこをどう取るかだと思いますけども、ポジションとしてはオフサイドポジションにいたと思うんですよね、はい、あでもゴールですね、ゴールです、うん、持ったプレーでというところ、そうですね、丸山ですかね、はい、丸山がクリアに行ったっていうところですから、角田、中川がドリブルの中に入っていく、そして藤田へ、藤田から西村から藤田、そして西村狙っていく、ナイスキーパーですが押し込んだ、フラッグは上がらない、最後はアンデルソン・ロペス、大きな得点が入りました横浜 F ・マリノスです。86分、ここ西村と藤田ですか、まあ、2人の意図っていうのが完全に合っていましたし、あそこに対してアンデルソン・ロペスもしっかり待ってましたね、はい、西村のこのグラウンダーの、まあ、しっかりとコースを狙うシュートっていうのも素晴らしかったですし、名古屋としてはいい守備できてたんですけども、振られたところでね、高い位置を奪いました。さあアンデルソン・ロペスを打てずに水沼だ、決定力の違いを見せました F ・マリノス、こちらはしっかり決め切りました。まあ、コースの消し方とボール出させた時に左足を水沼出してますよね、はい、まあ、インテリジェンスも光った守備から、まあ、攻撃から守備、守備から攻撃なんですね。まあ、ロペスもよく粘ってくれましたし、前からあっちにボールが戻ってきましたが、はい、ちょっと上手かったと思います、ね、ちょっと低めに位置しているので、肩は出てるんですけど、ちょっと遠いですから、はい、ちょっとその後ろ側にいる選手にうまくボール通されている感じだと思います。今度はサイドを変えて中川クロスにしました。こぼれ球マルコスジュニオールヒールパス、シュートだ、小池、最後に現れたのは右サイドバック小池龍太で2点目です。20分、あっという間に差を広げました F ・マリノス。全体でボールを運ぶ時の配置の取り方も良かったですね、はい、相手をおびき出して背後を取って、あとこのこぼれに対するマルコスの反応と小池のランニングも上手かったんですが、よく見えたなと、左のヒールで多分戻してるんですよね、はい、やっぱり前向きでその敵陣にボールを出せそうな選手を今までどこで作るかだと思うんですけど、長友小池もちょっと外の低い位置にポジションを取って、角田が強く行きます。さあマルコスジュニオール、左に中川、スタートを切ってます。2対2、3対2、中川どうする、中川右に持ち替えて水沼だ、さあ水沼折り返し、アンデルソン・ロペス、フラッグ上がらず F ・マリノスに追加点。もしっかりうまく抜け出して、まあ、相手はやっぱり一番の背後でフリーランスを作れて、はい、このね、まあ、ドリブルも良かったんですけども、ロペスのランニングで8からすると非常に難しい対応を迫られましたから、はい、最終的にやっぱり自分のところにボールが戻ってくるっていう、人のために走ったり自分のところにボール来たっていうんですね、結構オフサイドギリギリだったんじゃないですかね、そうですね、はい、田中、山田、渡辺すかさず背後、さあレオセアラが抜けてきて流し込む、1対4、
試合を決める4点目はレオセアラ。ずれましたね、ずれたボールが渡辺に入ったんですよね。はい、タイのところはね、これも仕方ないと思いますね。うまくバウンドのボールをレオセアラが背後に運べたなと思います。はい、頭に当てたんですけれども、はい、非常に難しい対応になってしまいました。まさに今のプレーなんかは、まあ、判断を変えるっていうところがあれば、まあ、具体的なチャンスになったのかなと思いますね。パンサー奥は宮市がヘッドを落とす。ここに入っていった小池、また中に宮市も行きますが、低いボールグラウンダー、そして抜けていく、押し込んだ、最後水沼。いや、西村そこ通過、そしてファーから水沼行きました。先制を横浜 F マリノスです。形、まあ、ピッチの幅を広く使って、そして内側を取った、まあ、この、まあ、攻撃のランニングですよね。あとこのクロスの精度に対して、まあ、ニアのポジションを取った西村が、まあ、結果的に触ることはできなかったですけど、あれだけ勢いよくこう決めきる意思を持ってポジションを取りましたから、最終、まあ、的にレッツのこう守備陣は、まあ、反応することが難しくなった中で、まあ、大里の水沼がしっかり狙って押し込みましたから、まあ、F マリノスのチームの、まあ、攻撃の形っていうのが、まあ、しっかり見えた素晴らしい先制点のシーンでしたね。畑中、角田とつないで、ここで宮市、宮市中に入ってクロスを入れるアンデルソン・ロペス、追加点来ました。画面 F マリノスクロスに合わせましたアンデルソン・ロペス。開始19分で2得点です。まあ、ここでの宮市の、まあ、コントロールからこのスピードある、まあ、ドリブルで緩急つけながら、まあ、カットインからのクロスになりましたけど、このクロスボールの、まあ、スピードと、まあ、コースですよね。まあ、本当にこうセンターバックが対応しづらい速さのあるボールを入れましたし、あとはアンデルソン・ロペスの、まあ、センターバックと、まあ、サイドバックの間にポジションを取る、そういったこうポジショニングのうまさっていうのが、まあ、ダイレクトでプレーするっていう判断をやめてますから、まあ、相手のこのプレーのこう変更ができるっていうところも、まあ、今のチーム状態の良さっていうのは感じますよね。おアンデルソン・ロペスから宮市だ、中に小池も入っている。宮市狙った、巻いていってゴール、見事なゴールです。開始30分で3点目入りました。横浜 F マリノス、そして宮市に得点が生まれました。まあ、このゴールっていうのは喜べる部分なのかなって感じますよね。まあ、それほど素晴らしいゴールシーンでしたし、まあ、しっかりチームとして中央で起点を作りながら、まあ、この宮市もプレーの選択非常に多かったですけど、まあ、そういった中で本当にこう限られた、まあ、空間にしっかり技術を高く持った形で流し込みましたから、まあ、ここしかないっていうところにしっかり流し込みましたよね。すごいコースでしたね。10メートル15メートル引っ張られたところの手前も空いてきますから、そこの場所にボールが入ってくるようになってますね。早めに流し入れて、ウイングもサイドバックもいます。これがサイドバック、小池打つ、決まった。同時に出ていたウイングとサイドバック、最後仕留めたのは小池、左サイドバックの一撃、 F マリノス先制です。41分、まあ、オフサイドないですもんね。はい、まあ、エドアルドのところから質の高いボール、横の幅を作る選手と少し内側に入った小池、少し顔を振りながら、まあ、フリーと思った瞬間は足振りますよね。すごい、だから見事です。まあ、これだけ時間と空間与えたらやっぱ打ってくると思いますし、もうさすがですね。はい、文句のつけどころがないですね。まあ、試合早々のところからやっぱり背後だったりとか横の幅っていうのはうまく使ってましたけども、ボールホルダーにプレッシャーがかからない。松原、その水沼足元で受けます。探しながら西村に差し込んだ、外に宮市がいる、北のワンタッチ、松原打った左足、おーコース変わった、ど真ん中から右サイドバック、最後松原リフレクションからバーに当たって2点目が来ました。71分追加点です。2対0。まあ、すごく、まあ、良いボールだったんですけど、やっぱ中から外ですよね。でボックスの幅でやっぱりこれだけボール動かされると京都の選手からするとやっぱり目線変えられますし、
で内側に入った松原、まあ、もちろん当たってますけど、はい、まあ、この後半だけでももう3本4本打ってますから。そうですね、はい、まあ、右足、まあ、今のは左足ですけど、まあ、いい角度でボール飛んで、まあ、1回顔を上げて、まあ、シュートコースも1回見てますから、はい、まあ、それによってやっぱりこう膝からの下の振りも非常に速かったので当たっていいところに落ちたと思います。まあ、見事ですね。水沼間に入ってきました。藤田、さあ松原折り返し、レオセアラ後ろから中川だ。うわ、先制成功、エフマリノス。松原から逆サイド、中川が待ち構えていました。まあ、真ん中でこう起点になったというところ、ジュエル・チマもそうですね。このクロスに対して前半もあったんですけど、必ずこのファーポストだとかこの枚数かけますから、なんといってもコントロールしてからちょっと溜めたんですけど、はい、うまくね、しっかりとその後のステップも踏みながらよく抑えましたね、シュートね。このクロスの精度なんかも松倉やっぱり高いですし、このボールの軌道、渡辺から長戸、中川、インスイングのクロス、レオセアラー、パーフェクトクロス、パーフェクトヘッド。いやー、レオセアラー決めてくれましたね。このインサイドを長戸が取って、アウトサイドを中川で、クロスの精度なんかもドンピシャですし、レオセアラーのこの入るタイミング、ちょっと後ろ下がってて上がってくるよっていうあのタイミングで入ってったんで、スペース空けといて、はい、まあ、見事なこれヘディングシュート、ゴールですね。崩し方ももうバッチリ、もうエフマリノスらしかったですね。水沼、渡辺、長い距離を走りました。水沼ダイレクトで入れる、パーでエルベル、東口、こぼれ球、文字通り返して同点。西村ついに押し込みました。何度もあったチャンス、ようやくここで押し込みました。1対1、 F マリノス、ここも切り替わった瞬間ですけどもね、はい、まあ、深い位置渡辺が深みを取って、まあ、丁寧なパスを水沼に落としましたよね。まあ、クロスの精度もありましたし、まあ、最初東口ね、よくセーブしたんですけども、そこのセカンドボールへの反応もやっぱマリノスの方が早かったですね。ここ渡辺が丁寧に、まあ、西村の中央のフリーのところを見てましたし、まあ、最後は、まあ、インサイドで、まあ、しっかりと西村が決め切った素晴らしいゴールでしたね。まあ、一気にこう攻撃かかった時の人数のかけ方っていうところですよね。勝負どころを本当に心得てる、まあ、自身はもっと得点に絡みたいという話をしています。まさに絡みました。水沼の左足、体を入れた三浦、セカンドエウベル、柔らかいボール、ゴール前、シュート、水沼、あっという間に逆転をしました。ゴール前に侵入していた水沼、エウベルからですかね、はい、うまくラインのこの駆け引き、まあ、三浦、あ、水沼のところですよね、うまかったですよね、うまく侵入しましたね。エルのこのラストパスも絶妙でしたね、はい、あとは止めて左足でのこのイメージもできてましたし、非常に冷静でしたね最後は。まあ、ここはオフサイドではありませんでした、うん、まあ、自分が一番こうラインを見えてるね、はい、ところでしたし、この辺はうまくタイミング取って抜け出した。西村も寄ってきましたが、後ろからやり直します。差し込んだ、水沼が流し入れます、落としてきました、西村打ってきた、決まった、上位対決、先手を取ったのは首位 F マリノス、中央割って最後西村です。まあ、ボールを持つ場所、持ってる人、はい、もちろんあの広がりも松原のところで作ってますけどね、打ったからだから水沼のところに、はい、どんどんあの綺麗な速い縦パスが入って、
まあ、ある意味相手が待ち構えているところにこう挑んでいく形にはなりますけど、入ったボールの中での全体の距離感とまた連携でしょうね。ヒールも入ったし、まあ、レッソの選手もよく対応したなと思うんですが、やっぱシュートを打ったからこそのディフレントですね。リングは割りましたが、中盤の深い位置からボールを運ぶことができます吉田。ワンフェイク古賀です。あとよくあの状況を上島からボール半島横に流してレオセアラー、ミスを逃さず追加点してやったり。 F マリノス先制ゴールからわずか2分後、あっという間にリードが2点になりました。よく狙ってましたよね、はい、左のウイングの選手ですから、まあ、外ギリアのセンターバックに向かってるんですけど、少しあのボールがですね、おそらく上島からするとずれたんですが、まあ、向かってくる選手がうまく見えなかったのかなというところもありますし、狙ってないとあのこぼれたボールはカットできませんので、はい、あとは奪ってからのキーパー引きつければパスも上手かったですね。松原がスローイングを入れます。胸トラップ、水沼来た、水沼が打った、今季絶好調の水沼、なんと上位対決前半で F マリノス3点リード。ただいまの得点は前半28分横前ポルトラス中央からなんですけども、はい、水沼のあのアクションを見ていくと、投げる前にセアラのことをやっぱり首を少しあの振って確認をしてるんですね、はいはい、でボールは自分を越えてた時にあのすかさず反転をして、で3人目のサポートでボールを受けてるんですけど、まあ、これもやっぱりなんか繋がったグループでのアクションだと思います。見事な得点ですね。ホームチーム F マリノスがセットプレーを迎えました。左足長戸、外側畑中のヘディング、こぼれたが決まった。後半始まって1分とちょっと、あっという間の追加点、セットプレーからでした。後半2分、横浜エスパルス9番レオセアラ選手のゴールでした。あ、ちょっと古賀と、はい、西尾まだ川口だと思うんですけども、まあ、同じところに2人あの方福岡との対戦した後半もかなり難しかったですし、はい、前節もそういった意味ではちょっと相手が動いた時に捕まえきれないところがあったんで、まあ、そこはやっぱりうまく合わせながらこの 4-4 にうまく使っていくってことは必要なんですね。レオセアラから、さあ西村だ、決まった先制、横浜 F マリノスです。開始10分ゲームが動きました。いや一瞬でしたけども、はい、ここはやっぱ外から斜めのボールで清水の最終ラインの前に進入はできてるんですよね、はい、で西村に関してはトップ下なんですけども、やっぱりストライカーの選手だっていうところの動きが入れ替わりのところでこう前に出てった時に良さとしては出てると思いますんで、まあ、今の場面も呼吸もぴったりでしたし、あのらしいフィニッシュだなと思いました。宮本のところついてるんで、はい、シェアラが1対2になってるんですけど、まあ、そこをドリブルで一つ持ち運んだ時に状況変わったっていう良いセンターバックのドリブルでしたね。西村に長戸から入って、さあ水沼へ、水沼からだ、仕込んだ、前半のアディショナルタイム F マリノスに追加点。これはすごかったですね、一瞬でしたね、はい、やっぱ斜めが入りましたね、はい、斜め入ってそこから逆まで持ってって、あとはクロス上げた瞬間のセアラの位置ですか、結構今際はギリギリのところですね。まあ、構えた清水からすると外から斜めのボールで中盤の背後を持ってかれた時に少し不利になりましたし、どうしてもボールサイド側に絞らなきゃいけないので、長戸はよく内側に絞ってタックルで止めたんですけど、そこの後のこぼれのところ清水が先に狙ってましてね。あ、レオセアラ狙った、またすぐさま1点リード、見事なゴールです。レオセアラ今日自身2得点目、これはすごいシュートでしたね、うん、角度でいうとあのファーサイドに巻いたボールをね、はい、
ちょっとスローインの後のプレーがずれましたよね、清水はね。まあ、どちらにも狙えそうな場所ではありますけど、距離もありますし、まあ、あえて、ね、近い方を狙ってボールは蹴ってるんですが、まあ、ボールスピードがないとここをどっちみち抜けないなっていう場所でもありますので、まあ、体の向きの作り方とボールスピードとボールが落ちた場所。そして水沼、ここに岩田が入っていく、ついていっていますが、ここは宮本ですか、岩田強いですね。岩田から中、水沼へ、水沼から西村、また水沼、水沼、前田、いや、うまい、ハットトリック、あっという間、これは見事でした、はい、これで2対4、清水が同点になってからあっという間2対4になりました。まあ、岩田の運びから、ね、始まった部分もあるんですけども、そこで深い石取って水沼に戻して、まあ、1人間側に人がいる中での飛び出しなんですけども、でセアラがいて、セアラがどういったところに水沼が入ってきて、こうなってくるとなかなか守備側はどこだっていうのが定めづらくなりましたね、はい、見事でしたね。ハイボール、このセカンド中川、この落としにエドワルド、長戸からグラウンダーターンをして、中へ、いやー、うまい、宮市、さらに追加点、横浜 F マリノス、これで5得点目。これもまた非常に難易度の高い、まあ、早い動きの中でのね、状況の把握と、まあ、ボールコントロールと、ここですね、反転しながら股間を抜く形の折り返しにはなってるんですが、まあ、これは反射的なものかもしれませんけども、非常にあのレベルが高いと思いますし、ピッチの中での立ち位置が、はい、まあ、最終ラインの人数も違いますし、そういう意味ではもうほとんど至る所で実はミスマッチが生まれてるんですね、はい、相手コートに入った時にはやっぱり有利に進められますよね。水沼クロスを上げてヘディング、先制、バーにいました小池、サイドバックの小池が先制ゴールを決めました、横浜 F マリノス、ここでいい形で入れ替わりましたからね、ここでね、はい、水沼がサイドにいいところで受けて、やはりこのクロスの質っていうのはね、やっぱり彼の一番の持ち味ですから、そこにやっぱりね、左のサイドバックの選手があそこに入ってきてるっていうのがやっぱり F マリノスの、ね、特徴だと思いますね、まあ、いろんな状況があるにしてもですね、やっぱりサイドバックの選手が高い位置を取る、そしてゴール前に現れる、それがやっぱりこのゴールが生まれたのかなと思いますね、まあ、ヘディングの質も素晴らしいですし、クロスの質も素晴らしいですね、まあ、一瞬中盤で入れ替わったことがこのゴールにつながったと思いますね、はい、さあここは取った、です、さあ宮市最初のプレー、中にカットインしてパスを出した、ここ浮いている、落として後ろからシュート、追加点が入りました、最後は押し込んだのは西村、2対0 F マリノス、追加点、貴重な追加点です。見事な攻撃でしたね、ここで入れ違ったの大きいですね、ヨセラがね、あそこで入れ違ったことによって宮市の前にスペースできましたから、はい、宮市のこの逆サイドへのパスですね、ワンタッチでの水間の落とし、本当後ろからね、小池龍太が出てきて連動しながらのね、いいゴールだったと思いますね、西村もいいポジション取ってましたね、よく合わせたと思いますね、オフサイドはないんじゃないですかね、まあ、小池龍太、あのパスを狙ったわけじゃないと思いますけど、はい、しっかりと、ね、点の取れるところにポジションを取っている西村、下のパスから中川、逆サイド、宮市仕留めました、中川と宮市でスピードのある2人で仕留めました、貴重な3点目が入りました、 F マリノス3対0。
キーパーとディフェンスの間ですよね、今日はセンターバックの背後ですよね、オフサイド取りに行って、まあ、苦しい状況ですけど早いですよ、早いですね、はい、ちょっとシュート浮きましたけどね、はい、よくバーに当たってボールに入ったと思いますね、ちょっとボールが浮いていたんでね、クロスのボールがね合わせるの難しかったかもしれませんけど、落ち着いてよく流し込みましたね、まあ、試合1も2試合連続のゴール、逆をつきました、見事に決めて1点差、さあまだわからないこのゲーム、2対1です。プレーが行われるまでかなり時間間空きましたけど、はい、しっかり落ち着いて冷静にいいコースに流し込みましたね、夏男のレオセアラ、長戸、山根、サイドを変えて藤田、戻して岩田、ふわりと浮かせてレオセアラだ、Fマリノス同点、今日2ゴール目、まあ、ここで左右に揺さぶりながら藤田のワンタッチに対してこの岩田のワンタッチをクロスですよね、あとはレオセアラがしっかりポジションをヨニッチの背中を取ったということで、はい、まあ、あとは持っているレオセラの力強さとこのヘディングの巧みさ、まあ、我慢強くこう効果的に攻撃の機会を作ったからこそ生まれた同点ゴールになりましたね。そうですね、まもなく18分を迎えるところ、コースには行ったが決めたレオセアラです。 F マリノスがきっちり先制、レオセアラフリーキックということになりました。いや中谷さん、出ました、そうですね、こう真ん中を打ち抜いたと思いますけども、あ、そうですね、真ん中ですね、はい、まあ、体重移動があるってことを多分想定してレオ、そこを変えたいマルコス・ジュニオール、松原、松原から決まった、水沼です。水沼のバックヘッド、流れは決して良くなかった中、なんと水沼が決めました、2対2パフォーマンスです。もうキーパーの手前で軽く触るんですけども、まあ、この流れの前にやっぱ内側で作って相手を集結させておいて、やっぱ外を広げたってところが、やっぱ このクロスフリーで上げたってところだと思いますし、この水沼がこうクロスサーではなく入っていって、ここでやっぱこうヘディングシュートするところ、岩田のダイレクトワンタッチです、外に出ました、アンデルソン・ロペス、エウベル右足、岩田、アンデルソン・ロペス、エウベルスムーズにスピーディーにゴールを落とし入れました。 F マリノス首位攻防、そして J リーグのクラシックマッチ、パスコースを見つけて最後ボールを通したんじゃないかなと思います。ちょっと見てみましょう、ここまた抜いてますね。あ、そうですね、本来は消えてる消されてるような場所を、まあ、足出してくるだろうなというところで、おそらく抜きに行ってるんですけど、まあ、そのやっぱメンタリティがないとこのプレーは生まれないというところと、まあ、エベルもよくですね、ここに来るだろうな、走ってる気持ちも含めてよく走って、なおかつちょっとバウンドしたボールなんて難しいですけど、丁寧に上から合わせます。ゾーンで守る鹿島、落とした、真ん中のアンデルソン・ロペス、岩田打ちました、ブラインドをついた岩田の右足、代表帰りの岩田ゴール、ミサオだと思うんですけどね、はい、よく下がりながら返したなと思ったんですけども、鹿島からすると鈴木と樋口ですかね、まあ、2人いましたから、このままボールにしっかり向かっていけば、ちょっとやっぱり、ね、飛んでしまったり、背けた時に間を抜けてると思うんですけども、
ここら辺はやっぱりなんか重要かなっていう感じはしますね、はい、あと岩田からすると向かってくるやっぱ相手が視野には入るんですけども、まあ、ボールにできるだけフォーカスをして、はい、振りすぎずにしっかりミートしたっていうところが、レアンドロ・ダミエ、速いボール、今度はカウンター、マルコス・ジュニオールからエウベル、いやー速い、いいコース取りにつながった、中川、中川ブロックして抜けた、同点、見事なカウンターアタック、まずここのエウベルとのこのワンツーですよね、あとこのコース取り、ここね、うまく体使いながらですね、自分の前にスルーパスを呼び込んでおいて、うまくね、相手の走る前に体入れながら、相手ブロックしながらですね、あとはゴールキーパー出てきたところをですね、うまく浮かして落ち着いたシュートでしたね、本当に見事なカウンターアタックですね、まずやっぱりエウベルとやっぱりマルコス・ジュニオールのワンツーですよね、はい、でエウベルのコース取り、そしてラストパス、長戸からニアへのボール、スロシ君だ、最後は岩田が押し込みました、コーナーキック、セットプレーから先制アウェー、横浜 F マリノスです。前で触った秋元がクリアしようとして触ったボールが流れていったわけですね。でもよくここに来ると、ここに来いと思って動きを止めてなかったですよね。倒れてるの森重ですか。それをしっかり外せるように下がれと言ったんだと思います。あのかつて戸田さん、確かあの、ヨーロッパのビッグクラブなどのセンターバックはうまくそのあたりしっかりやれているというようなことを、ね、はい、お話しされていたと思いますけれども、ね、さあ西村が中野を抜けてきた、押し込んだ、最後中川押し込みました、ブラックは上がっていません。前半のこの残り時間が少ないところで2点一気に取りました。振りがうまくいった分、ね、サイドの攻撃にスムースに移行ができましたので、ちょうどやっぱりうまいところで藤田も関わってますし、でポジションを入れ替わった西村のところからなんですが、クロスがちょうど長友の左足に多分当たったと思うんですけど、うん、当たったものでちょうどキーパーとディフェンスのラインの間にボールが流れてたのかなと思っちゃってますね、はい、だから運びのところを少し改善をして、後半の10分が経過をしています。もうエーベル、ここはバラダ、ちょっとタッチが長くなったところ、アンデルソン・ロペス、そして抜ける西村、西村持っていく、大野が戻る、しかししっかりと決めていきました西村、先制横浜 F ・マリノスです。均衡を破れました。 0-0 が続いていて、なかなか得点が来ませんでしたが、西村取りました。湘南としてはミスからでしたのでね、非常にもったいない形、ここでタッチがね少し、まあ、長く持ち出してしまったところ、まあ、アンデルソン・ロペスが引っ掛けてっていうところなんですけど、プレスかけたのは西村なんですよね。でそこでタチのミスを誘って、でアンデルソン・ロペスに行くときにはまた動き直しましたから、しっかりと決めていきましたアンデルソン・ロペス、大きな追加点です。横浜 F ・マリノス落ち着いてましたね。はい、あの VR だったの確認だったり、結構間が空くじゃないですか、はい、しっかりとゴールキーパーを見ながら自分のタイミングで蹴ってましたから、素晴らしいですね、はい、この追加点は F マリノスにとっては大きいですかね、うん、ただここからのそのボールを拾っていきます、小池、そして中川、中川この位置から狙っていて決まった、デビュー戦で早速ゴールです、ヤンマテウス、
追加点横浜F・マリノス、挨拶代わりの得点になりました。デビュー戦ヤンマテウスです。中川がいい位置でボールを引き出して、まあ、そこから、まあ、自分でシュートを打とうと思ってたと思うんですけども、まあ、コースはなかったのでマテウスをうまく使いましたし、マテウスも左足、まあ、綺麗に振り抜きましたね。欲しかった得点を取れましたね。小池、西村の突進、アンデルソン・ロペスでつけようとしました。ただすぐに渡辺、水沼、斜めにつけてワンツー、アンデルソン・ロペス、見事な崩し、ボックス内狭い局面を打開しました F・マリノス。少し降りながらの、ね、サポートが入って、相手からするとやっぱりボールの動きが体格になった分ちょっとマーク取りづらくなったかなという感じもしますし、最後のボールは股を抜けましたので人は揃っているとは言えるんですけど、ね、ええ、まあ、ファーサイドにエドアルト、今日はここまでエドアルトがターゲット、今度は浅田がついているか。ファーサイド、ここでヘッド、エルワルドが決めました。 F・ マリノスに入って初ゴール、先制点、首位の横浜 F・ マリノスです。もう外から中に横に走ったことでついていけなかったですね。いい形でこうどうしてもゴール側にディフェンスは戻ってしまうんで、はい、それに対して横に走ったことでカバーができなかったですね。ここまで橋本さんのお話にもありましたが、コーナーのターゲットもエドアルト選手でしたもんね。そうですね、あのニアゾーンでポイントを作ろうとしてたんで、はい、常にこの辺りを狙っていって、そうしますとエルアルトまた中に入ってきます。ゴールキーパーの前へのボール、このセットプレーもかなりデザインされた、押し込んできたという印象がありますが、浮き球を使う上福本、こぼれ球、ループでいった、5試合ぶりのゴールは F・ マリノスサポーターに向かってのゴール。ここでね、上本選手もね、こうパンチするかキャッチするかちょっと迷ったところあったと思うんですけどね、でもここちゃんとゴールカバーしてるけど、その上を行く高さで、なるほど、上から落ちるボールなんでね、なかなかクリアは難しかったと思いますね、はい、エグレ選手の素晴らしいゴールですね。上から落ちるように蹴ることで、なかなかこうバックステップしてる選手からすると触りにくいですよね。なるほど。アンデルソン・ロペス、この位置に左サイドバック長戸です。アンデルソン・ロペスパスにしました。長戸上げた、チャンス、水沼です。先制しました。 F・ マリノス、アンデルソン・ロペスで崩しました。深いとこ出てったのは左サイドバック、そして最後は右ウィングの水沼で仕留めました。素晴らしい攻撃でしたね、コンビネーションからね、はい、ここで時間を作って、まあ、長戸がここのポジションを取ってるっていうのが F・ マリノスらしいですけど、ここの背後取ったランニングですよね。でギリギリのところからうまくねマイナスを折り返したと思いますね。水沼寄っといて、そこからコース変えてるんですよね、はい、まずはアンデルソン・ロペスがボールを持っているときに水沼が寄った、そしてスルーパスが出た後にもう一度ポジションを変えながら、アンデルソン・ロペス一度スピードを落としてボール見ながら左へ、ウベル、長戸が横、外回った長戸、真ん中でキラバンタッチ、チャンスも右足で狙った、あっという間、また水沼、また水沼、後半始まって50と数秒、首位 F・ マリノス、ボールを
奪ってそして、ね、アンデルソン・ロペスが左にボールを動かしながらですね時間作ってですねここからどんどん人が出てくるわけですよね。このワンタッチも見事でしたね木田ね。で止めてからの水沼のシュートまで一連の流れも完璧だったんじゃないですかね。いいところにボール止めることができましたしいいところにボール止めたことによって体の向きも含めてですねいろんなシュートコースが生まれたんでゴールキーパーのですねランゲラックもちょっと防ぎようなかったですよね。あの位置であそこにボール置かれたらちょっとねニアサイドもフォアサイドもあるんでね。エドワルドこれでうまく裏取った。そして中川ゴール前にレオセアラー90分大きな3点目エフマリノス。エドワルドロングフィード絵に描いたようなカウンターでした。中川そしてレオセアラここねちょっと中川の動きがちょっと切れてて見えないんですけど非常にいい動きしてるんですよ。プレッシャーかかってる中でですねエドワルドがボール持った時に実は少しボールに寄るんですね。それにディフェンダーが引っ張られてディフェンスの背後をその瞬間に取られてもういとも簡単にですね背後取って最後はラストパス狙いすましてレオセアラにですね。レオセアラも落ち着いてましたね。キーパー出てきたところボール浮かしてですね。おお西村中川おおチャンス藤田シャリムに次の点を取りに行く首位エフマリノス96分。ここもですねセカンドモニターして反応してそこからですよね中川をよく見てましたよね。藤田も出てくタイミング抜群でしたね。止めてからのシュートもういろんな選択肢が持てるような状況でボール受けましたからナゲラックもちょっとこれはね防ぎはなかったですね。渡辺運んだ水沼がここでボールを受けます。水沼左足流れた江村がいた重いものを振りほどくような F マリノス前半早い時間の先制のゴール17分水沼が入れて最後エウベル。攻め合う流れでここの攻防でエウマナスが一つ背後取って1,2,3 浦和3プラスもう一人大久保ですかね一生懸命戻ってきたんですけども、これを見るとオンじゃないですかね、まあ、クロスを、ね、直接入れさせなかったという意味ではショルツの対応もすごく良かったと思うんですよ。あとはまあ切り返して打ったボールがディフレクトして流れてるんですけども、まあ、俺は打った側の決断が運命を呼び込んだという方は僕はできると思うんでゴール後にプレーをして初めて起こり得ることですから前にエドワルドちょっとこれはここを狙ったのかここに行ってしまったのか軸足が多分芝生でずれたんでしょうね。はいエウベルが来たー弾いたのかこれだわーエウベルの仕掛けそして点取ったアンデルソン・ロペス2桁10点目 2-0 F マリノスリードです。このなんかこうキックミスが幸いした部分もあるんですけどもよく木田も競りましたしただですねちょっと浮かしてるんですよね。うまいですね浮かして侵入してるんですよね。西川もですね、はいまあ、立ち方も良かったと思いますしそれ体の倒し方も正確で止めてるんですけどもやっぱり狙ってるわけですよね。ストライカーがここに来るだろうと素晴らしいセーブなんですけど、はいここにいてしまうとなかなか次は止めづらいですね。大本ですね前に出たワン、うん、潰して取ったそしてエウベルが行く踏み込んだエウベルエフマリノスらしく敵陣のプレスそこからショートカウンターまさにエフマリノスそしてエウベル3-0ですだと思いますけども、よく狙ってたと思いますしただここはやっぱり速さ、うまさ、
江坂の場所にボールを入れたとして、実は江坂に対するサポートがあったかどうかなんですけど、はいはい、実はここがなかったんですよね、はい、江坂後ろ向きなんで、水沼は先ほど西村を捉えましたが、低い球フリック、おーとそらして飛び込んでますけど、狙いはバッチリなんじゃないでしょうか、まあ、F マリノスはサイドバックのサポートを使いながらどんどん仕掛けていくチームです。今渡辺浩太が中へクロス、スボイの出るタイミングありませんでしたが、エベル先制しました。 F マリノス得点者のもとに控え選手たちも走っていきますと思いますね。ここからサイドから水沼が鋭いクロスをゴールキーパーとディフェンスの間に入れて、はい、ちょっとクリアが思うようにできなかったところ、うまくエーベルがですね、キーパーが出てきたのを確認しながらですね、強いヘディングではなくてキーパーの頭を越すようなね、はい、コントロールしたヘディングでのシュートでしたよね。ちょっとバウンドしたことによって坪井も前に出ましたからね、ちょっとカバーしきれなかったと思いますけど、そこをしっかりとですね、正確な技術でうまくですねゴールにこう流し込んだと思いますね、エイベルね、はい、ディフェンスラインと自分の間っていうこともありますし、逆サイドの直接もありますからね。今日がデビュー2戦目です。直接行くこぼれ球、流し込んで追加点。キーパーのハンブルを見逃しませんでした西村ですね、はい、西村がね、あ、そんなシュート簡単なシュートじゃないですよ、最後菊池もね足出してきてますから、プレッシャー受けた中でうまく反応できたと思いますね。水沼のね狙い通りのシュートじゃないですかね、まあ、直接シュートを狙ったというよりはあそこに、まあ、誰かが入ってきて、はい、誰かが触ってくれればというアイデアだったかもしれませんけど、まあ、それだけにねゴールキーパーのツボにしてみると非常に難しいあの処理になりましたよね。なんとなくしてますっていう守備じゃないですよね、取りに行ってますよね、取りに行ってるっていう、そういう圧力を感じるようなねそういう守備ですよね。ちょっとオフサイドっぽかったですが、水沼が行く、折り返し中川、決定的な3点目。タイミングよくサイドを取りました。 F マリノスだけでしたけど、ちょっとここのシーンがちょっと微妙だった感じは、あ、ないですね。揃ってましたか、はい、タイミング良かったです ね、 そうですね。中川ここからね坂井監督の前入っていくんですよね。一度背中取るようなふりをしといて、そこからニアサイド入ってきますから、あと西村も遠い方のサイドに行ったことによってできたスペースをうまく使ってますし、水野もやっぱそこを逃さなかったですよね、いいタイミングで折り返して、まあ、あと合わせるだけ、まあ見事なゴールですね。途中から出てきて大きな仕事しましたね中川ね、はい、